ヨハネス・ドゥンス・スコトゥス・ドゥンスにあるスコトゥスの銅像、ヨハネス・ドゥンス・スコトゥスは中世ヨーロッパの神学者、哲学者、トマス・アクイナス語のスコラ学の正当な継承者。アリストテレスに通じ、その思想の徹底的な緻密さから、生命博士と言われた、フランシスコ士・会イ正規スコラ学と後期スコラ学を繋ぎ、スコトゥス学派の祖となった、ドゥンスのジョンとも呼ばれる。 スコットランドベリックシャーのドゥンスで生まれ、オックスフォードとパリで哲学、進学を学んだ。1302年からパリ大学で教鞭を取った。最後はケルンで教え、そこで亡くなった。主著として、明大集中が知られている。1993年、ローマ法王ヨハネ・パウロ2世により、列腹された。現在、出身地のドゥンスには、銅像が建てられている。 トマス・アクイナスと異なり、スコトゥスは、神学を、人間を神への愛に導く、実践的な学問であると考えた。また、古物に本質を見出したアリストテレスから一歩、進んで、存在が古物においてのみ成り立つと考えたところにスコトゥスの思想の特徴がある。さらには、必然的なものである自然と、必然的なものでない意志の自由を分けて考えた、スコトゥスにとって、 人間の幸福は神を直感することではなく神を愛することにあった。この考えは近代の主体主義のルーツとなっていく。個人の自由意志を尊重する学説を提唱したが、この自由意志こそが個人を個人として成立させる、このもの性であると説いた。存在の一義性や個物のこれの性の概念は、現代の哲学者、ジルドゥルーズに大きな影響を与えた。英語で、ノロマ。 劣等性を意味する、ダンスという普通名詞は、スコトゥス学派に対して反対派が別称として、ダンゼスと呼びかけたことに由来すると言われている。伝承によれば、彼はまだ生きている状態で埋葬され、後に棺を掘り起こした際に、その内側には外に出ようとしてもガキ引きちぎられた彼の血まみれの腕があった、とされる。ヤギユージ、哲学者、博士論文、ドゥンス・スコトゥスにおける、 存在の一義性の研究で文学博士号を取得、平凡写真書、中世哲学への招待のような一般向け書籍などで、ドゥンススコトスを多く取り扱っている。ありがとうございます。